皆さんこんにちは、はじめまして、茨城県水戸市出身のシンガーソングライター伊佐山純です。よろしくお願いします。今日はですね、千葉湖の、ほとりで、こうやって素晴らしいフェスを、やりますので、最後までぜひ楽しんでいってください。僕はオープニングアクトとしてですね、この会を盛り上げられるように、進めていきますので、皆さんも積極的に楽しんでいただければと思います。それでは1曲目聴いてください。手拍子なんかをしていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。1曲目ノックという曲を聴いてください。ありがとうございます。You know
ます。皆さんのね、その積極的な楽しもうというね、心意気がすごく嬉しいです。今日はですね、本当に素敵な、アーティストの方々たくさん出ますので、ぜひぜひ、もう積極的にですね、手拍子したりとか、振ったりなんかしながらですね、楽しんでいただければと思います。僕はですね、この間 CD を1000枚売るまで帰りません、そして一人で茨城広めてきまツアーと称しまして、自分の車1台でですね、全国ぐるぐる回ってたんですけども、それの、まあ、なんでやってたのかというとですね、まあ、茨城県もなかなかこう震災の前からかもしれないですけども、なんとなくこう元気のない街になってきてしまったような感じがしていたので、茨城を少しでも広めたいなということを知っていただきたいなということがあって、茨城県の方とか、市の方に観光のパンフレットとかいただいてですね、全国でぐるぐる、配ってたんですけども、今日もあっちに物販があるんですけども、まあ、今日茨城県外の方もたくさんいらっしゃると思いますし、県内の方もね、茨城県のことってなかなか知らないと思いますので、県の観光のパンフレットとかも置いてありますから、よかったら、持ってっていただければと思います。そのツアーでですね、すごく感じたことは、今度まあ僕関西でもワンマンライブとかさせていただくんですが、輝ける場所っていうのをね、こう一つだけに留めるんじゃなくて、いろんな場所でですね、自分で、出向いて、自分のちゃんとこう居心地のいい場所とか輝ける場所っていうのを見つけることの大切さということを学びました。そんなことを歌った、タンポポの綿毛のことを歌いました。ダンデライオンという曲を聴いてください。こんなはずじゃなかったのにな、服から何かについていたのかな、部屋の隅にタンポポの綿毛、こんなとこじゃ枯れてしまうよと、君はそっとつまんで空に返していたけど、僕らだって同じさ、風に乗り飛んでいけ、タンポポの するように、ずっと見て
誰もが持っているんだ。ダンデライオンという曲でした。パッと見渡す限りですね、ありがたいことに僕のタオルを持っていただいている方が結構ちらほら見受けられまして、で他の方のタオルもね首に巻いている方ともたくさんいらっしゃいますので、ちょっとですね曲を変えて、楽しい曲をやってみたいと思います。せっかくフェスなのでですね盛り上がっていただければと思います。サビでですねタオルをこうブン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 回すような曲があります。ただ僕今日は一人で臨んでます。皆さんがですね、まあ、ドラムとかベースとかギターになったつもりでですね会を盛り上げていただければと思いますので、手拍子をするなりしている方は一緒に歌ったりとかですねしていただければと思います。ダンスダンスダンスラムコークを片手にという曲を楽しんでいきましょう。ありがとう。してください。今度は右から手を振って。手を前誰？何様だ？強制なんかしないでくれ。ありがとう。手拍子をしてください。パンパンパンで次はジャンプ。
次の曲で、僕のステージ最後の曲になります。あちらの方でチラシの方も配らせていただいてるんですが、チラシの裏面にですね、書いてある曲の、歌詞があるんですけれども、僕には夢がありまして、水戸のですね千波湖を使って1万人ぐらいの野外イベントを開こうと思っております。音楽の力でですね茨城をもっともっと楽しい街にできればなと思って今活動しております。この間茨城県の県民文化センターのショーホールで2回ワンマンライブをさせていただいたので、今度3月16日にはですね、1500人の大ホールの方にチャレンジをして、それを1回2回やりましたら、千波湖の方にも僕も、ガールズ奥さんと同じようにですねチャレンジしてみたいと思っております。本当に、水戸の街とか茨城の街をですね楽しくするのは本当に皆さん一人一人の意識が大切だと思いますので、会にですねぜひ積極的に参加していただいて、自分がですねこう街を盛り上げていくんだぐらいのつもりで、日々を過ごしていただけると嬉しいなと思います。最後に、そんな千波湖での、1万人規模の野外イベントを開くという、意気込みとそんな思いを歌った、いつか湖のほとりでというこの目の前にあります、千波湖をモチーフに作った歌を最後に歌いたいと思います。知ってる方はぜひ一緒に歌ってください。よろしくお願いします。もしも一人
ありがとうございます。この後もですね、たくさん素晴らしいアーティストが出ます。本当に貴重な日になると思いますので、ぜひ最後まで、暑いかもしれないですけども、楽しんでいてください。今日は本当に最高の日にしましょう。